モンゴルの首相は、モンゴル国における、行政府の長であり、内閣の長である。首相は、大統領が指名し、国民大会議が任命する。内閣不信任決議によって解任される。首相は、首都ウランバートル市や21の哀幕の知事を任命する。1911年12月に、モンゴル国が真から独立を宣言して間もなく、 1912年7月に首相職が設置され、モンゴル王公ドグス・オチリン・ナムナンス連が任命された。その後、1915年のキャフタ条約によって、中華民、国宗主権下の自治国に格下げされ、1919年には、ナムナンス連は赤軍に協力を仰ぐも失敗して、自治を撤廃された。1920年、 ロシア白軍のウンゲルン将軍がモンゴルに侵入すると民国軍を駆逐し再びボグドハーンを復位させるしかしその残虐行為に対抗して赤軍の協力も得て1921年3月13日にモンゴル人民党を中心とする臨時人民政府が組織された1921年7年に首都フレーを占領し人民政府が成立し 9月には、モンゴルの2番目の独立宣言が発せられ、ボグド・ハーンも改めて即位した。1924年5月に、ボグド・ハーンが死去すると、人民革命党が君主制から共和制に移行させ、11月の第1回国会において、初の憲法が採択され、モンゴル人民共和国が建国された。1932年には、閣僚会議議長に解消され、 1940年に採択された第二次憲法に明記された。民主化後の1990年には首相の職名に戻り、1992年に採択されたモンゴル国憲法により正式に変更された。こうして職名が変化してはいるが、現在のモンゴル政府は1912年以来首相職が絶え間なく継続しているとして、べての職務者を 歴代の首相とみなしている。初代首相が誰かということについては、混乱がある。ラマゾーのバリン・ギ員ン・チェレンドルジは、暫定政府の間、首相と称して1923年より在職し、最初の首相として挙げられることがある。しかし現在のモンゴル政府は、1912年に、就任したトグス・オチリン・ナムナンスレンが、最初の首相であると考えている。 また、ツェンゲルチンジグジドジャブの状態に関しても混乱があり、正式な首相であったとする説と、首相代行であったとする説がある。しかし、モンゴル政府は正式な首相であったとしている。ありがとうございます。